朝から晩までしないと何から何までしないとあなたも私もちゃんとしないと,ないと朝から晩までしないと何から何までしないとこれから始めるちゃんとしないとはいこんばんはこんばんははい本日も生放送で始まりましたワイズバンクプレゼンツちゃんとしないと十六回目すごい。 <laughs> 今日もひろしとまさきとえーとくちゃんとえーナシもいますよあの <laughs> 4人でお送りしたいと思いますということで、はい、今週もちゃんとしてましたかはい、はい、ちゃんとしてたぎっくり腰してたでしょちゃんとぎっくるあちゃんとぎっくるじゃないから本当にはいこれのりちゃんと今日も来てます <laughs> あのー、ホワイトデーのお返しに我々からのね T シャツと ちょっとプレゼントを送ってありがとうございましたとで早速着てみました少し大きめのサイズなので彼の T シャツ借りちゃった的な感じになってますかっこ笑い<笑><笑><笑>ね彼氏のね彼氏がいるってことでしょこの書き方まあそうだろうね <laughs> その辺またちょっと次回来るかもしれないですけどねであの えー、ジムのお風呂上がりに来て番組 PR してますが、うん、今のとこその T シャツ何かしらと話しかけられてないけど下半身にドライヤー当てる女性はいますってことちゃんと <laughs> ちゃんと調査してるあラジオの内容、ね、聞いてるさっき直しは何の話 <laughs> って言ったよ <laughs> <laughs> こちゃんと <laughs> お前リスナーの方がまあよくネタ知ってるしっていう話でね、うん、今日ヒロシのマイクうるさいね 広しのマイクうるさいねとか言わんでもらっていい公共の電波で。ちょっと声張っとるだけや。ね、ノリちゃんまた来週も待ってます。ね、うん。今日なんか、俺今日赤くないおーすごい、赤霧島。いやいやいや、赤広島や。あ、広島。ね、そろそろあの、いつだった仮作じゃなかったあさって、徳ちゃん。あさってから。 またカープ頑張ってほしいなということで、全員来てくるかなと思ったら、あの、一人空回りするっていうね。ぜひカープ頑張ってくださいということで、<うん S 1> 早速、コーナーいきたいと思います。はい。週刊チャット <laughs> <laughs> もうね、16回目ぐらいになって、ちょっと遊びたくなってきて、すみませんね。はい。このコーナーは、ラジオまでの1週間の 新聞記事に掲載された出来事を、えー、広瀬とマサキでピックアップしてお届けしておりますということで、えー、早速ちょっと1個目新聞ちょっと忘れたんで、はい、携帯から1個だけいきますね、はいえー、今日の「タイムスね」ね、うんえー「善意のランドセル次々」ということで、えー、と4月から小学1年生になる男の子のために家庭にあるランドセルを譲ってもらえませんかということで 私、えー、就職生活支援パーソナルサポートセンターがある母親からの相談を呼びかけたところわずか5日ほどの間に県内各地からランドセル7個のほか算数セットなど多数の学習用具が寄せられたということで,で、まあ、今はまあ受け締め切ってはいるんだけど引き続き経済的に困っている家庭のための、えー、食料や日用品学習用品の提供を広く求めているということでこれどうですかちゃんとしてるー いいねすごいねちょっと呼びかけたらランドセルがすごいですね7個すごいいい話の一方でんかね直しはツイッターでこんなんいらないよみたいなツイートあっ直氏がいたんじゃない直しがそういうツイートもあったよって言ったんで何だろうねの素敵なことだと思うけど方やまた人のランドセルなんてみたいな言わんでいいでしょみたいなねそうだね ランドセールマーキーだ、ランドセールマーキー。いや、それ、カルーセルマーキーね。ランドセルっているのかな、でも。そもそもランドセルじゃなくていいんじゃねってこと。一応、俺、6年まで持ってて。えらい。俺、途中からなんか、布のやつだった。帰えた。買えた。買えた。小6で賞状もらえるわけ卒業式に。え、ちゃんとランドセルで通ったでしょうみたいな。 あと俺はずっと半袖だったんだけど小6までね、うん、昔の方があったかかったのかなまあいいやでランドセルやめる時期ってだい、うん、あのバックもも毛が生えてからだっけバックもも毛 <laughs> あ,あ広島では何て言うのちょっと待ってバックもも毛ってあ, <laughs> あ裏桃もあ桃桃桃裏毛ねえ広島ではも裏毛って <laughs> けどなんて言ってたか分からんけど桃裏毛バックもも毛でしょ <laughs> <laughs> バックももゲとは言わんでしょう <laughs>。これは背毛？背<え>なげ背な, <laughs> なげね。背毛だと思っけど。うん。あそういうタイミングなんだ。だいたい四年五年とか,か,か、ね。五年とか四年でバックももゲが生えてきて、うん、こうランドセルとバックももゲがこうちょっとコントラストが良くなくなるわけ。うん。うん、それでだいたい普通のカバンに変えて。<laughs> そんな理由なんかな。あ,あの片方<ー>ショウっていう時代が来る。 でもランドセル、まあ、あとランドセルじゃなくてもいいんじゃないっていうのは、ランドセル一応さ、まあ、いじめじゃないけど。友達同士でも、じゃんけんして帰ったでしょ。じゃんけんしてランドセルを、しょうっていう、あれやったことある最高、ごか、ごこ。めっちゃ重い。たね、今思い出した。一応あれいじめに見えるけど、まあ、そういう時代があったよね。楽しくやってたけどね。あとランドセル、こう、掴みやすいからさ、振り回されやすい。はい、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 はい。 そですごい吹っ飛ばされて廊下にぶつかったり俺してたな俺よくいじめられてたなそうなのでもまあランドセルの良さはバンって転んでも頭打たないビヨーンって戻ってくるもんね戻ってこないですあっそんな戻ってこないどんだけランドセルの話でまああはい違う違うあれはあの話したりくちゃんが話したやつ <あ>そうランドセルは今もう実は外国では売れまくってるっていう、うん、なんかファッションでねそうそう流行ってるみたい大な人なのも、ね、ちょっと想像できんけどねあれ背負ってる感じねおしゃれらしい、ね、ちょっと気になる方は是非ネットでランドセルフランスで出てくるのフランスで出てくるかなファッションで出てくるそうなちょっと絵,絵的なものを見ていただけたらと思いますということで、はい、次、えー、3月21日琉球新報市町村面から「 小規模保育認可見送りということで人員場所確保後現場に混乱ということで昨年4月から始まった子ども・子育て支援制度の一環で0歳から2歳までを預かる小規模保育について浦添市は認可の手続きを進めていた認可外保育園に対し最終的に許可しないと通知し保育現場に混乱を期していると。 でこれは、えー、保育士の確保,から確保も市から求められて4月から保育士5人も採用したり、えー、退職届をすでに出してしまった人や、えー、雇用されることを前提に自分の子ども認可へ申し込んで入院が決定した人もいる中で、まあ、それが起きてしまったとで、まあ、理由については、えー、この検査済み証の不備を挙げて、えー、書類の準備が整ったところから認可していったと説明していて意気知掘 一気承沈した園長は3月末で24年続けてきた園を締める決断をしたが、まあ、保護者の予防もありあと1年は続ける予定だということでこれどうですかちゃんとちゃんとだねかわいそうにねうんまあなんか行き違いがあったんかもしれんけどいやでもこれはもう最初から役所が気づくべきだねこれだってもう分かってる話だから建物も古いから気づくべきよでしょ出るべきよ知らん <laughs> <laughs> あすません、うん、出るべきはあの <laughs> 30分前のラジオで多分サッカーのやつですね、はい、すいません、はい、ねちょっと非常に残念な結果だってこれ結構だってその会社を辞めた人もいるわけだから、うん、どうすんのかね,、うん、かねまたまた戻ってきますとかできないしね、うん <laughs> な,な,なんで怒ってんのそれと関連するのがちょろちょろあるんじゃなかった関連するのあるよあるんだけどちょっとその前にさちょちょごめんツイキャスで始まってますかうん、うん、音が聞こえないって書いてあるけどまたまた不具合かもしれないまた不具合かもしれない,かれない誰か助けてくださいツイキャスが聞こえてないかもしれないですあ今走ってきたんで <laughs> とりあえず続けますよ時間、ね、はいどうぞ,どうぞそうで、うん、結局最近ぽぽと結構保育絡みの話があって、うん、はい まあ、じゃあ,あの保育士足りないから無資格者を配置しましょうっていう話があったと思ったら、うんあのー、それはまた保育士の負担増すからやめてくれみたいな現場の声が出てたり、うん、なんかこの辺チグハグチグハグチグハグが起こってて誰かがまとめんと、まあ、でこ小,ネタで小ネタっていうかさ、うん、保育園、保育園って言うけど。うん 保育所と保育園ってあるわけ簡単な見分け方法保育園はだいたい民間の私立私立で保育所ってところさんところ常時みたいになってたら公立だ公立立ってるみたいなその辺あんまり意識してみたことないね確かにねそれで結構見分けられる見分けたから何って話だけどでこの足りないっていうのも公立が足りないのか 私率が足りないのかもちょっと記事ではちょっと分かりにくい、ねうん、でこの間の合同説明会でも保育園が17円かな、うん、ブース構えて、うん、来た人11名だけだよちょっと17円喋ってない6円いるね少なくともね <laughs> でじゅんぐりじゅんぐり回ったかもしれんけど <laughs>、うん、でそこれ浦添市の話だからその保育士が全然いない浦添市で 一生懸命、まあ、行政も小規模保育をやろうってことで進めてて、うん、でこれ、ね、これでこけてるさなんかちょっとちぐはぐ感が否めないちょっとこの辺も少し本当に、まあ、連携うまくやらないと意味ないからねこれもじゃあ,あの現場から反対出たから虫隠し配置やめるとかってなってもちぐはぐだし、うん、実際その前も先々週かね仕事持ち帰ってちぐ、うん 個人情報だと思う。なかそういうね、持ち帰らないといけない仕事をこう無資格の人にやってもらうとか、まあ、やり方はあると思うんで、ぜひちょっと考えていただきたいなというところで、ちょっと取り上げましたということで、はい、次、えー。3月22日、琉球新報社会面から、えー、情報を必要なところに子ども食堂イベント、えー、課題や提案、活発議論ということで、これは21日に那覇市内で開かれた子ども食堂イベント、みんなで作っておいしいわ。 琉球新報主催で子ども食堂を運営する県内各地の関係者らが幅広く情報交換し交流を深めたとでイベントは子ども食堂間の連携を深めると同時に貧困家庭の子どもたちへの支援に関心を寄せる企業との橋渡しをし支援の輪を広げる目的で実施されたとで11社が野菜や加工食品調味料などを会場は沖縄ガスさんが無償提供したということでこれどうですか ちゃんとしてるいいですね、久田君。久の君。久く君、これ参加されたんですよね、このイベントに。はい参加しました。どうでした参加された方の声ですよ。かなり横の連携がやっぱ取れてなかったということで、いい取り組みだったと、自画自賛しております。さすが、直しが企画して全部やっただけあるよね、これ。 結構パンって余るらしくて、うん、パンも本当に無償で提供してくれたり、うん、まあそのガスさんも場所を提供してね提供したりいろいろ助け合ってるみたいです、うん、まあ僕たちがまあ友達として今提案してるのは、うん、今その貧困でわ、ね、わ,ーわーじゃなくまあ結構今すごい子ども食堂今ね<や>結構で,できてるからねやってるいろいうかまあ メディアに取り上げられてるんだけどやっぱこれって被災被災というか防災と同じってったらあれなんだけど防災の時も結局お水がないとかご飯がないとかですごい偏ったお水だらけの体育館とかなかなか情報共有ができないからおむつだらけの体育館とかだからやっぱり特に生物まではいかないけど野菜とかはやっぱり上手にコントロールできる仕組みを 作ってあげたらいいいんじゃなあと直しがそれをやると言ってくれてるんでやりたいなっていう話でねコミュニティーあんまり言うとまたさタイムスさんがやる先にやられるからああじゃちょっとしっちゃい声しゃべらないね秘密っていうそれも楽しみしながら誰も聞いいから大丈夫聞いたら5万人ということで直し君の今後の動きに期待ということで次。 えー、3月22日火曜日琉球新報市町村面から、えー、デミタコライス最高賞、ナハメシ、美食坊、ゆう月かなが連覇ということで。僕らも言ったあの第5回、ワッターナハメシグランプリが行われたんだけど、えー、市内の飲食店26店舗が腕を振るった自慢のメニューで競ったと。で、受賞作品、トロトロ卵チーズデミタコライスは、株式会社ゆう月の3店舗、えー、浦添市内間の 味心優月、那覇シ目の美食坊優月、那覇市、あ、違う、浦添市、牧港のダイニングキッチン、ハッピネスで4月からメニューに加える予定だということで、これどうですかちゃんと <laughs> え、ちゃんとなの <laughs> なんか盛り上がったんじゃないの <laughs> いや、まあ、ねえ。 うん、まあ一応、久米にもお店があるから、うん、多分那覇商工会に入ってるとは思うんだけど、別に文句はないんだけど、はい、もう那覇飯でしょ、はい、那覇飯なのに、うん、裏添え飯みたいにな、ってる、ね、<laughs> 俺は最初、これ見て、あおうおうおうえ裏添えってなと思うんね、<laughs> <laughs> 3店舗中2店舗裏添えってな、なんかその辺、ね、那覇飯の,その、なんていうの、那覇っていうカテゴリーはどこに行ったんかなっていうのあるよね、うん、本店裏添えなんでしょ。そううなっってててききたらもいいいいろろ入じゃんで まあでもまあ柚きさんおいしいですよこの柚きさんがどうこうっていう話じゃなくてそうそう料理人の方はもうすごい日本料理でしっ、うん、この間も賞取ってたよ、うん、ただこれ誰も食べてないっていうね <laughs> <laughs> 我々これ誰も食べてなかったっていうノーマークだったけどまあまあなんでまあら次回が多分那覇浦添え飯になる可能性は大いにありますけども。 まあ、ヤギミルクのアイスばっかり買ってたからね <laughs> 友達が出してたからね <laughs>、はい。あれ美味しかったですね。美味しかった。まあちょっと打、うん、ってるところを突っ込まさせていただきましたということで、はい、次、えー、3月20日日曜日、琉球新報市町村面から、えー、宇治止まりでパークバスライドということで、えー、駐車場利用者を募集ということで、えー、総合事務局は、えー、2日、那覇市。 な那覇都心圏の渋滞緩和策として、止まりパークバスライド、駐車場試行、試行運用の利用者募集を始めたと。で、2017年からの有料化に向けて、まあ、ちょっと試験的にやると。で、駐車可能台数は43台で先着順となっているということで、これどうですか。もみじちゃんそれ、ビアンドビア わかかるかなこれ <laughs> 広島の人はわかるんだけどな <laughs> さらにまあパークバスライダーからどうっちかってピー &B だからピー &B ね <laughs> 惜しいピー &B ピー &B しのせコンシュノスフィービそれピー &G, <laughs> あ, G、ね、あらピー &G ちょっとドキッとするわ違うフアドリブきたら <laughs> あれセシールって <laughs> 全然違うやしピー <laughs> &G なんだったからまあいいやどれどうですか俺 あまあこれは2004年とか、まあ、過去にも同じようなことはやっていて過去の記事でもまあ6割ぐらいが利用したいで止まってしまったという。微微妙妙割ってすごい微妙 <laughs> でもまあ どう,ですどうなんだろうね、一応、今回やってみてっていうところだけど、まあ、一緒にカープールも実証してくれたら助かったけど、一緒にやったらややこしいじゃん、<あ>どっちの検証結果が出たか分からない、これ試すのと、さらにここからちょっとカープールやるのと、検証だからね、うん、42台車が減ったぐらいでって思ったりしちゃだめってことねうんうん、うん、まあまあ、とりあえずね、はいはい、またちょっと結果が多分出ると思うんで。 中止中止,します中止で、はいえー、最後、えー、3月23日、琉球新報市町村面から、いちごうまい村おこしということで、えー、ギノザの特産品の一つである、いちごを活用した村おこしが盛り上がりを見せていると、で道の駅、ギノザでは、えー、2015年12月から2016年3月まで、いちごの売り上げは約3200パック。 え前年同期の約120パックから約あ1200パックから約3倍でいちご狩りも好調で、えー、3月は満杯4月も平日のいちごを除き埋まっているということでこれどうですか一番上はいちご <laughs> 2二番目なのにいちご3 <laughs> 三番目でもいちご <laughs> いちご三兄弟 <laughs> いちご三兄弟 <laughs> イチゴいちごだから全部あのい全部一になるわそれはそんなもう音程がとにかくひどいもうボケの前に <laughs> もうなんかもうボケがもうボケにならんからもう歌ちゃんとボイストレーニング行こうブツブツ言うなよいちごだけに、うん、お前の肌や。<laughs> いちご肌なのいいね私いちご肌なのいいんじゃないこの卵肌みたいなのこのギノザのあのいちごのキャラクターでいいんじゃないいちご肌気持ち悪い気持ち悪い中身に触れてどうなんだあなんか1500円だったかななんか食べ放題っていうかつかみ取りみたいな美味しいみたいですよ俺も3年前ぐらいいちご狩り行ったけど子供たちはすごい喜んでたね まあなんかこれで猪豚盛り上がってくれたらいいかなと。うん、で、えー、キャラクターもぜひで,、ね、できましたんで、<laughs> <laughs> バックアップして、<laughs> ワイズバンクもバックアップしていきたいと思います。いちご肌って、そうだね、プラスイメージないね。<laughs> うん、ちょっと毛も生えてるしね, <laughs> ね。あんまり綺麗なイメージじゃない、ね、<laughs> まあ全力で応援しますということで、すいません。はい、以上、週刊ちゃんとでしたということで、いかん支援もお願いします。 入ってる。はい、びっくり、とくちゃんびっくり。<laughs> 早速時間ないんで、今度 <laughs> い,いきます。まさきの、ちゃんと考えよう。<noise> はい、あと三分ちょっとしかないんですけど。うん。何します。今日何ちゃんと考える。まあ、ちょっと。新聞記事も出てたけど、この子供のスマホ。はい、うん。結構ね、はい、俺たちこの話するんだけど。いかがですかね。この子供の使うスマホの問題は。そうですね。うん。あ、これ沖縄市か。 うん、これ沖縄市がなんかあの、まあ、条例というか、うん、そういう PTA 連合会など制限していきましょうということねだから結構、いじめ絡みの殺人とかも結局 LINE、ねうん、で呼び出されたりっていうところでまあ去年、うん、その川崎市の小6の子が亡くなった事件でちょっと黙ってられないということで僕、新聞に投稿して。うん これは多分まだラジオでやってないと思うんですけど、ねうん、僕が提案したいのは、うん、もう通信自体を、うん、例えば夜の11時から朝の5時までとか、うん、6時間ストップする、うん、も,うもう強制的に、ね、もう日本国はね<ー>で親が携帯買うときに、うん、まあ携帯ショップがまあ選択できるでもいいんだけどほとんどがもうそ,うなそういうのが常識になれば、うん、夜中に LINE しても そうだね、相手が取れないってい、もうそういうふうに国で制限かかってる、うんうん、なんでタバコとかお酒とかは18歳未満だめなのに、うん、確かにね、にねもうスマホだって、アルコールとかタバコとかね、うん、まあ薬物もそうだけど、うん、依存症、依存性が高い、まあ、もうそういう形になってね、スマホ依存症とか言葉あるぐらいだからね、確かに確かに。であれば、制限かけてしまえば、うん、本当にこの3社の、三、まあ、社って、まあ、今、いっぱい携帯会社出てるけど、うんうんうん どこの間も結局2年縛りドコモがやったからソフトバンクも AU も追随してやめたでしょだからこの携帯代払わなければすぐ携帯って止まるさうん、うん、だからシステム上そんなに難しくないと思う,いう、ね、てかまあ俺たちの時代夜に連絡つかないのは当たり前だし、うん、だからやっぱりもしかしたら5年先10年先やっぱ危険だから 夜電話スマホがつながらないってい当たり前になる時代な可能性あるよね、うん、だってこれまあ最近出たもんだからやっぱりまだルールが決まってないというか、うん、一応そのお酒とわざと比較させると依存症って意味で止めてるんでしょ、うんうんまあ、そうだよね確かにね、まあ、依存症だったりなね若い人がやるとはやっぱりよく,よくないっていうことだからね、うん、まあ今スマホもやっぱり使い方間違っちゃうと危ないと、うん、正直まあ僕がそそだ育った小学校って本当にもう まあ荒れてたっていうか怖い時代だったからそんな時にこんな端末があって夜呼び出されたらもう親にも多分相談せずにもう行くしかないと思うだからもうそれすらを止めてしまった方がもうどっちみちすごいヤンキーは大人の携帯をどうにかして入手するとは思うけどそれに被害になるようなまあちょっと真面目な子はいやもう親が買った携帯がこうなんで。 あの18歳未満なんで、夜中は LINE 返信できないんですよみたいなうん、うん。どうね、ぜひちょっと考えていきたいですね。どこでやってほしいけど。うんはい、という話でいいんですかいいです、ういい話ですよ。いいこれまたちょっと時間取ってやってもいいかなと思いますけど、うん、まあそういう、なんだっ一応、まあ、うう au がなんかあるんでしょそうそう ?au さん、このラジオに広告ついてないんですけど、未来へっていうスマホがあって。うん この携帯は結構時間も設定できるわけ、うん、何時から何時はこの携帯使えなくすることもできるわけうん、うん、でも親からの電話とかは着信はできるとかなんかうんうん、うん、そうう設定ができるなかなか僕のイメージしてるものにマッチしてるああいいねスマホがあるんで一度見ていただければ、うんいいね、そうですねぜひ気になってる親御さん見てみてくださいということで、うん、まさきのちゃんと考えようでした一回支援をお願いします ももしもし、代行何分ですかえ五50分じゃあ他探しますねえゆきどこがパッとくるって知らないの到着15分以内の運転代行を探せる便利なアプリなんだよお店を入力して送信するとほら電話がかかってきた到着15分以内の運転代行を探すならどこがパッとくる少な、はい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 皆さんお楽しみの最後のコーナーいきますタイムタイムあるのラジオにとくちゃん

半分以上空いてます。<ー>安定の空いてますね。ホテル <laughs> エンゼルいいですよ。今日半分空いてますんで、<ー>ぜひぜひぜひということで。<laughs> まあ今日あのなかなか時間もしてるんで、うん、はい、もうエンディングトークというほどトークできないですけど、うん、早速あの最後曲まあちょっとあの子供も春休みということで、<ー>ちょっとそれをイメージして選曲していました。<laughs> そうなの？はい。 いいですかね早速行ってみてもそうだねはい今またちょっとタイム入りましたね <laughs> <laughs> はいはい大丈夫です,きますじゃあそれでは聴、はいえー、いてください「奥山正樹で日本昔話」こんなヒットなーなんだ